1791年憲法。1791年憲法。1791年憲法は、1791年9月3日に制定された、フランス最初の憲法である。1789年6月9日の休議場の誓い以来、国民議会は憲法制定の意思を表明。さらに7月9日には、国民議会は、 憲法制定国民議会と解消し立立憲体制確立に着手したしたかし7月14日にバスティーユ襲撃事件を契機にフランス革命が始まりフランス人権宣言が採択されさらに聖職者民事基本法の制定などの曲折を経て1791年9月3日に初めての憲法が採択されることになったこの憲法は全文に 人権宣言17条を置き、本文は全207条からなる。フランスは立憲君主制に移行して、王権神授説は放棄され、国王は国民の代表者と市歳費をもらう位置管理として規定された。しかし、国王は行政権を持ち、内閣閣僚を議会外から任命することができ、議会の立法権に対し拒否権を持っていた。立法議会は一院制で、 745人の議員から構成され、任期は2年で、選挙制度は一定の納税者、能動的市民が5万人を選挙人として選び、選挙人が立法議員、軍、県議会議員及び裁判官を選挙する制限選挙、かつ間接選挙である。そのため、国民の大半を占める農民や貧民、受動的市民は政治から排除され、彼らの不満を受けた。 司法権は裁判所が有し、裁判官の売官制は廃止され公選となり、売信制が導入された。地方行政制度は、全国を83の県に分け、さらに地区、関東、市町村に区分した。後の憲法と異なり国民投票には付されず、国王の裁下によって、効力を持った。内容は、革命派と反革命派との妥協の産物であり、 革命の混乱の収束が目的の憲法と言えよう。そのため、この憲法によって10月には立法議会が組織されるが、革命の混乱に翻弄され、1792年8月10日のチュイルに宮殿襲撃、8月10日事件によって、1791年、憲法は事実上破綻する。ラファイエット、そしてアントワーヌ・バルナーブ、 アレクサンドル・ドラメットの三人、三党派らを中心とする愛国派、後にフイアン派が主導する中、憲法制定国民議会は新制度の建設に従事した。能動的市民と受動的市民とを分けて、制限選挙を採用する1791年憲法を、はじめ、新しい地方行政制度、アッシニア紙幣の発行、教会を国家に従属させる。 1790年7月制定の聖職社民事基本法、その他行政や財産に関する法が一つ一つ審議され、次々と決定された。この修正とその全体を1791年憲法体制と言う。こうした自由主義的な立憲君主制が軟着陸するためには、国王側がこれに協力することが条件となっていたが、革命側からすれば、 これが不確実なものと把握された。議会が二院正論を退け、立法府の執行府に対する優位を強調して、国王拒否権に難色を示したのも、宮廷に対する疑念から発していた。事実、1789年10月の、いわゆるベルサイユ行進、10月事件以来、国王ルイ16世は、オーストリアやスペインブルボナサの宮廷に行動費の援助と、 列強による支援を要請する一方、聖職者民事基本法をめぐる宗教界の紛糾を利用して、フランス国内を分裂に導こうとした。特に1790年夏には、フランス南東のジャレスに2万5千名に及ぶ、反革命の農民ゲリラが組織され、国王がリヨンに脱出するのを待って内戦に持ち込む、計画が立てられたリヨンの陰謀。一方、 国民議会は制限選挙に反対する民主派からも攻撃を受けた。1790年6月のパリの市政改革により、従来の60地区、ディストリクトを改変して48のセクションに行政単位が再区画されたが、従来、ディストリクトの会議に出席できたパリの民衆は、受動的市民としてセクションの会議から締め出されたため、3キュロットは組織を失い、 コルドリエクラブをはじめとする各種の人民クラブを設立し、1791年6月にはパリでその数十7に及んだ。農村においても、領主制廃止が農民にとってはかなり重い優勝方式を採用しているた、農民解放の進捗は父たるものであり、それに加えて、聖職者の土地財産の払い下げ、第一種国有財産売却が農民にとっては、 不利な競売方式だったため、1790年から農民一揆が再び各地で頻繁に発生するようになった。アッシニア再建は、1790年春から、紙幣として流通し、乱発されて、インフレーションとなり、物価高騰を引き起こして、民衆生活は困窮の度を深めた。1790年8月の南シー連隊の兵種反乱、南シ事件は、 以上のような政治的、財政的な不安定性が愛国派による革命方式の破産を露呈させる最初の事件となった。これにより、ラファイエットは支持を失い、河手、バルナーブ、ラメット、デュポールラ三党派が主導権を握ったが、しかし、その彼らも1791年6月の国王逃亡事件、バレンヌ事件に予定苦境に追い込まれ、三党派の 革命方式もまた破産が明白となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。